今回はアニメのとんでもないカオス回3話ほど集めたので見ていきたいと思います。それではね、早速見ていきましょう。スタート。朝からドラえもんは機嫌が悪く、のび太急げ、早くしろ、遅刻するじれったい、そう言いのび太を担いで1階まで降り、早くご飯を食べろ、噛んでよく飲み込んでと明らかにいつもと違うドラえもんを見た。パパとママはそんなに慌てなくてもと話すと、のび太くんは人の3倍ノルマだから早くしないとダメなんです。宿題やったか、ハンカチ持ったか、トイレ行ったか、さあ行くぞとドア方向に目を向けると紙が落ちているのを発見。ドラえもんはそれをネズミと勘違いし大パニックに。4次元ポケットからとんでもないミサイルを出し、こいつでぶっ飛ばしてやるとネズミに伝え、のび太とパパに止められます。よく見て、ただの紙だよと言うと納得。ミサイルをポケットにしまい、ほっとする3人。ドラえもんは短気なんだからと怒ると、タヌキとはなんだ、タヌキとはみんなで僕をタヌキと呼んでバカにしていると大激怒。勘違いだよと説明するが、そろそろ学校に行く時間になり急いで登校するが、給食袋を忘れていることに気づきます。ドラえもんはのび太と叫びながら猛スピードで激突。その反動でジャイアントスネ夫は給食袋を頭に当てられ、スネ夫に立ってはドブ板にお乳の靴を突っ込んでしまい激怒する2人ですが、そんなこと知るかと逆ギレ。のび太に給食袋を渡し文句を言いながら帰り、いつもと違うドラえもんを見て驚く3人。ドラえもんは家に帰ると、今日の僕変かもと言い、ポケットからミニドラを出し、故障していたら直してねと話し口の中に入れます。早速ミニドラは特殊な機械を使って故障部分を発見。すぐに直そうとするも感電してしまい、ドラえもんは突然笑い出したと思ったら次は怒り出し、一瞬で泣き出す情緒不安定に陥ってしまいます。中では修理ミスをしてしまい、部品を破壊してしまいます。のび太は帰宅後、恐る恐るドラえもんの様子を見てみると、いつもの状態に戻っていたので一安心。今朝のこと怒ってる？と聞いてみると、僕が怒るわけがないと言われ、じゃあドラえもんのことタヌキで探索って言っても怒らない？と質問。それでも怒らないと仏の心を手に入れ、嬉しくなったのび太は外に出て一緒に散歩することにします。空き地にジャイアンとスネ夫がいたので、ドラえもんが怒らなくなったよと報告。二人は信じられないなと言い、ドラえもんの髭を引っ張ったり顔に落書きしてもちっとも怒る気にならないと話し、二人を驚かします。それなら今朝の恩返しだとジャイアンに殴ったり蹴ったりされるも全然怒らないと笑顔で答えます。スネ夫はドラえもんを的にしてサッカーの練習をしようと提案。ジャイアンの蹴ったボールは顔面に直撃。それでも怒らない怒らないと言い、のび太は助けに行くが止められません。何をやっても怒らないことに調子に乗ったジャイアンはその後何回もボールで顔を狙い、立ち上がれなくなってもドラえもんは怒らないと一人言い続けます。のび太は今朝みたいに怒ってよ、故障じゃないの？と言うが、僕は至って正常ですと返されます。その時中に入っているミニドラがパーツを持ってどこか大事な部分に落下すると、ドラえもんの様子がまたおかしくなります。何も知らないスネ夫はボールを思いっきり蹴り上げるが、それを簡単にキャッチし驚く3人。スネ夫は文句を言いに行くが、とんでもない表情でこちらを睨み、サッカーボールを破壊、頭が真っ白になる2人。場面は変わり、静香ちゃんが宿題をしていると空き地の方で爆発音。様子を見に行くと倒れる3人。するとドラえもんの口からミニドラが現れ、治ったみたい、どうもありがとうと伝え、ジャイアンとスネ夫の安否が分からずに終わっていきました。ネットでよく見るこのシーン、元ネタはどんなのかなと調べていると、かなりカオスな内容になっていたので動画にしてみました。ドラえもんがこんなにブチギレてるシーンはなかなか見れないので、レア回かもしれませんね。ワカメのクラスでは将来の夢と題して作文を書く授業があり、誰よりも早く書けた堀川くんはみんなの前で内容を発表します。僕の夢は教会の牧師さんになることです。なぜかというと、毎日綺麗なお嫁さんに会えるからとサイコパスな発言をし、クラス中をざわつかせます。その夜、ワカメは今日学校で起こった出来事を家族に報告。その話を聞いたカツオは、将来大物になるかもしれないというと、母と姉に、え、何言ってるの？という表情をされます。次の朝、カツオは堀川くんに出会い、昨日のことを聞くと、お兄さんも一緒に牧師さんになりませんか？と誘われるが、あ、でもどっちかというとお寺かもしれませんねと笑顔で話すと、後ろから花沢さんと香里ちゃんが登場。意外にああいう人は牧師さんタイプかもと3人で話していると、花沢さんに、私たちの結婚式、教会がいいわよねと言われ、恐ろしい想像をしてしまうカツオ。
しかしそれが夢だったことで安心。次の日、ワカメは兄が見た夢の内容を堀川くんに伝えると、それは嬉しいんだけど、他の夢を見つけたんだと言われ、何か聞いてみると、新郎になることだよ。相手はね、花澤さんと衝撃なことを言われ、恋が始まったことを兄に伝えます。堀川くんは積極的に好きな人の実家に訪問し、お父さん不動産屋は儲かりますかと質問。まあまあだねと話すと、すごいです。会社に行かないでビラを貼るだけで儲かるなんて、と最低な発言をし、花澤さんには、やっと僕の将来が見えてきました、と心臓を捧げられます。これから毎日堀川くんがうちに押しかけてきたらどうしようとカツオに相談すると、いいアイデアがあると話し、本人を呼び出します。小説家はどうかなとお勧めし、早速電柱に隠れてどういう職業か張り込むと、ハチが吠え出し、磯の毛でかくまってもらうことにします。お兄さん、僕は着物も好きじゃないし犬が嫌いなんで小説家になれませんと意味不明なことをカツオに打ち明け、その夜またしても家族にそのことを報告します。数日後、公園で遊んでいると堀川くんが登場。波平さんに将来やりたいことを相談すると、もう少し後でいいんじゃないか、今やることは毎日元気に学校に行くこと、給食を残さず食べること、3年生はそれでいいんだよと優しく話し、次の日、ワカメちゃんのお父さんはすごいよ、人生教えてもらったんだよ、写真くれない?と急にまたわけのわからないことを言われ、ワカメの写真とカツオが聞くと、お父さんの写真ですとお願いされます。最後は自分の部屋に波平写真を貼り付け、うん、曲がってないと確認し終わっていきました。個人的には堀川くん主演会の話は大好きなんですが、この波平さんの写真を欲しがる会は特に僕はね好きですね。基本ぶっ飛んだ話でかなりカオスなお話でしたが、いつから堀川くんはこんなキャラになってしまったんでしょうか。朝、ヌーベはトイレから出てくると目の前に大好きな律子先生の姿。今日こそ食事に誘おうと勇気を持って声をかけると、フランス料理?それともイタリア料理かしら?と律子先生は質問。すると墓場の見えるレストランでイモリの黒焼き料理に舌鼓を打ちながら妖怪の話を語り合うのはどうでしょうかと提案するが、悲鳴を上げられヌーベはボコボコにされ、さらに一部始終をミキに見られてしまいます。俺なりに一生懸命考えたのになと落ち込みながら教室に入ると、生徒たちはクラッカーとくす玉で歓迎。何のことかわからないヌーベは黒板を見ると、今さっき起こった出来事がチョークで書かれており、生徒たちに笑われます。人の失敗を言いふらしたのは誰だと生徒たちに聞くと、みんなはミキのことを指さします。見てみるとクラス中の人たちと話し、担任の先生が教室にいることにも気がつかず、ずっと喋り続けヌーベに注意されてしまいます。人の噂話なんてしていたら友達いなくなるよと伝えると、友達に迷惑かけたこと一度もないつもりだけどとミキに言い返され、京子にもミキは人を傷つけるような噂は絶対にしないと力強く話しますが、俺はどうなんだ、失敗を暴露されてすげえ傷ついてるぞとヌーベに泣かれてしまいます。その姿を見た生徒たちは笑いに包まれますが、教室のどこかで誰かがミキのことを見ています。放課後、黒い何かがミキの後ろに現れ、影だけがそこに吸い込まれていきます。俺はおしゃべりなやつが大好きだ、お前の魂をいただくぞと小さな声で話すと消えていきました。次の日、ヒロシは学校の廊下を走っていると律子先生と最高のタイミングでぶつかってしまいます。また一番乗りで教室に入ったふとしは好きな子のリコーダーを舐めようとするが途中でやめ、京子は友達と恋バナをしており、好きな男子の話で大盛り上がり、二人だけの秘密だよと話します。そこに謎の妖怪が現れ、見たぞ聞いたぞみんなの秘密、早速影を使って言いふらしてやると笑いながら言います。みんなは授業が始まるので教室に行こうとすると、角からミキの影が現れ、ヒロシは今朝律子先生に抱きついたり、フトシはヨシエの笛を舐めてたのよ、恐怖ネクラ笛舐め男、それからそれから衝撃の愛の告白、マサイはキヨシのことが好きみたいと話し盛り上がる一同。誰にも言っちゃダメって言ったのにと言うと、京子は誰にも言ってないよ本当よと伝え、怒りの矛先は噂話を話すミキに向けられるが、そこには誰もいません。教室に戻りさっきのことを問いただすと、そんなの知らないよ、そんなこと言ってない、私が人を傷つけるような噂はしないの、みんな知ってるでしょと聞くが、クラスのみんなは誰も信じてくれません。それどころか周りからは罵詈雑言の嵐。そこにヌーベイが現れ助けを求めますが、全く信じてもらえず、ついに泣いてしまい教室を飛び出してしまいます。ヌーベイは後を追いかけるため廊下を出ると、何者かの視線、何かがおかしいと悟り始めます。
ミキは誰もいない屋上でこのままじゃみんなに嫌われてしまうと一人泣いていましたが、いや誰か私のふりをしてあんなひどい噂を流しているんだわ、なんとかして犯人を見つけなくちゃと考え方を変え、下校時間みんなにバレないように一緒に帰ります。するとまたしても角からミキの影が現れ、学校の噂話を一人で話しています。みんなは誰もお前の話聞きたくないと怒り、帰ろうとすると待ってという声、変装道具を脱ぐと本物が登場。ミキは私よ、あなた一体誰よと強めで問いただすと、影はのぶとい笑い声に変わり、ヌーベイアニメトップ5に入る気持ち悪い妖怪、影口が舌を揺らしながら登場。貴様のようなおしゃべり女に取り付いて人の陰口を叩くのが好きな妖怪よと笑いながら自己紹介。お前を孤独地獄に追いやるつもりだったがバレてしまったら一人残らず食ってやるとミキが食べられそうになると、ヌーベイが颯爽と現れます。お前の様子が変なんで後をつけたら学校でもかすかな霊気を感じたと説明するが、陰口の5枚舌攻撃ですぐに捕まってしまいます。しかし鬼の手で切り落とし、無に帰れと言いながら瞬殺。俺に懲りたら噂話もほどほどにしろよと注意され、妖怪を倒して終わっていきました。トラウマの多いヌーベイアニメですが、今回はどちらかというと見た目カオスな妖怪陰口、なんかゲゲの鬼太郎に出てくるアメリカの妖怪バックベアードにそっくりでびっくりしました。ちなみによくネットで見る画像はこの妖怪が元ネタみたいですね。じゃあ逆にこの画像はどういう状況で生まれたの？最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。それでは他の動画でお会いしましょう。バイバイ。